皆さん、こんばんは。エリです。今日から始まります、市民と共に作る市民のためのメディア、チューズライフプロジェクトがお送りする気候辞書 TV。 始まりです。さて、早速ですが、皆さん、こんな言葉は聞いたことあるでしょうか。地球沸騰化の時代が到来。これはですね、今年の7月、国連トップであるグテーレス事務総長が言った言葉なんですが、皆さん、地球温暖化っていうのはこう何度も耳にしたことがあると思いますが、もうまさに今この地球の状態はですね、地球が沸騰しているかのように、地球の温暖化が進んでしまっている、次のステージに上がってしまったという、危機感を表している言葉だと思います。今これを撮影しているのは11月の中旬なんですが、11月の頭はですね、本当に夏かなっていうぐらい暑くて、東京でも25度を超えるような日があったんですが、この11月で25度を超えるっていうのは観測史上で最も暑かったと言われてますが、この日本の暑さだけではなく、世界中で異常気象が起こっています。もちろん暑かったりもありますが、豪雨災害だったりとか、ハリケーンが起こったりとか、さまざまな自然現象、災害として、この気候危機が現れています。ということでですね、気候辞書 TV ではこの気候危機の問題を分かりやすく皆さんと学びながらシェアをしていきたいと思っています。おそらくなんですが、気候危機に特化した番組っていうのは私たちが初めてなんじゃないかと思っているんですが、なかなかですね、気候危機の問題って私もまだまだ学ぶことがいっぱいあるんですけど、学び始めた時もどっから学んでいいのかもわからないし、学び始めても難しいことがいっぱい、プラス気候危機って本当に私たち人類の生活全てに関わっていると言っても過言ではないぐらい問題が多岐にわたります。なので気候辞書 TV では一週に分けてですね、例えばプラスチックの問題だったりとか、エネルギー問題とか、そのようにカテゴリー分けをして皆さんと学んでいければなと思います。で、学んでいくだけではなくてですね、この後学んだ私たちが何ができるのかっていう次のアクションまで皆さんと一緒に考えてアクションしていきたいと思います。私のことをご存じない方たくさんいらっしゃると思いますので、簡単に自己紹介をしたいと思います。エリです。1983年2月11日生まれです。私はですね、もう20年以上ファッションの仕事をしています。自分でお洋服やプロダクトを作ったり、あと父が古着屋さんだったので、私もその後を継いで古着屋さんもやっています。でですね、この3、4年ですかね、今度説明したいなと思うんですが、 IPCC 報告書という気候変動に関するレポートがあるんですが、それをたまたま読む機会があって、それ読んだ時に、やばいってなって、で自分で勉強してみようというふうに思ったのが、この気候変動のムーブメントに関わるようになった最初のきっかけでした。でそこからはですね、私のものづくりにおいて、なるべく環境負荷をかけないように、素材を選んだり作り方を工夫したり、そういったもともと私がしていたファッションのフィールドの中で、どうやったら持続可能で私たちが、ものを作っていけるのかっていうことを実践しながら、学びながら実践しながら、今やっているところです。でそれとは、別ではないんですが、並行してこの気候変動を止めるために、市民アクションを、起こしています。でこの気候変動の問題っていうのは、もちろん私たち市民が変えていける部分すごくいっぱいあるんですけど、さらには、政治もやっぱり動いてもらわないと困っちゃうので、皆さんと選挙に行こうとか、毎回そうですね、政治のことだったり投票のことについてシェアするような活動もしています。でこの気候辞書 TV、 なんでこの気候辞書 TV という名前かというとですね、
私がちょうど1年前ですかね、気候辞書という SNS、インスタグラムアカウントを始めました。でこれもそもそも気候変動の問題ってすごい難しいし、シェアするのもなかなか難しくて、なので、SNS 上でみんなと気候危機の問題だったりニュースだったりアクションだったりを、学べるような、そしてシェアできるような、メディアを作りたいと思ってですね、プラットフォームを作りました。で今回はこの気候辞書とチューズライフプロジェクトのコラボレーションという形で気候辞書 TV というふうに名付けました。で、いくつか活動の中で今日ご紹介できたらなと思うんですが、ちょっといろいろあるのでかいつまみますが、まずレベルフォーザフューチャーといってですね、私もつけてるんですが、この不要になった布を使ったパッチですね、これを作ってデモをやったりとかですね、マーチをやったりとか、そういう時に皆さんにお配りしています。例えばこんな感じですね。で、いろんなさまざまなメッセージがありますが、今日のテーマだとエンドクライメットクライシス、気候危機を止めようというようなパッチだったりとか、あとは反戦だったり海を守ろうとか、さまざまな、メッセージを込めたパッチを作っています。最近もですね、11月3日に新宿の駅前で気候変動に関するマーチをやってきたんですが、We want our future、 優しい力の歌というタイトルでした。でこれはですね、私がグループの一員でもある We want our future という市民団体と環境 NGO 350 Japan と共同で作ったマーチだったんですが、まずその様子をご覧ください。それではプログラムスタートしていきたいと思います。本日のプログラムは登壇者によるスピーチ、そしてトークセッション、それから気候変動、気候危機のアクションには欠かせないコール&レスポンスちゃんとの練習会をコムアイさんとエリさんのお二人にリードしていただきながら行っていきます。私たち今 1.5 度目標みたいな話をよく耳にはしてはいるけれども、正直二酸化炭素の排出量なんか全然減ってないし、もう 1.5 度目標を達成できると思ってるだけではもう何も変わらないところまで来ている。だけれどやっぱり私たちはそれで諦めちゃいけないんですね。ここから10年間が私も勝負だと思う。今の私たちがどういう未来を選ぶか。温暖化とか気候危機っていうことはもう皆さん大体聞くじゃないですか、ニュースでも。だから全然聞いたことのない人っていうのはほとんどいなくなったと思うんですね。でもその中でじゃあどれだけやばいのか、どれだけ大変なことがこのまま対策をしないと起こってしまうのかっていうのを、その情報をちゃんと得られる場所ってかなり少ないと思うんです。だからもちろんスリフィフティ以外もそういうウェビナーとかやってることあるので、そういうのを目にしたらぜひ受けてみてほしいなって思います。そうですね、なんか前半でなんていうかもう一回絶望するんですよ。それは受けた人は分かると思うんですけど、どれだけどういう現状かっていうのを本当に分かろうとすると一回落ちます。でもそれがすごい大事で、その全部しじゃ現状分かりましたっていうところから次にどういうふうにアクションしていけばいいか。この気候変動に対して気づいて、あやばいって思ったのが、例えば10年20年前だったらこんなに人は集まってくれなかった。もしこれが10年後20年後だったら多分解決できない手遅れの状態だった。今私がここでアクションしてみんなでこうやってお話しできるのってなんでかっていうと、まだ間に合うからなんですよ。心が折れてしまう時やなんか無力だなって思う瞬間いっぱいあると思います。だけど、今日こうやって集まったみんなの顔とかここで話したこととか思ったことっていうのをぜひその時に思い出してもらえたらなと思います。今日は本当に集まってくださってありがとうございます。はい、
いろんな方に、スピーチをしてもらって、アーティストの方にも演奏してもらったりしたんですが、こう新宿の駅前とは思えない、まるでこう森の中にいるようなとてもピースフルな、イベントになりました。で今回はですね、私がこのマーチを企画するにあたって、こうなかなかこうやるぞみたいな、こう気候変動止めるぞみたいな、たけだけしいものではなくて、こうみんながゆったり気候変動のことをみんなで考えて感じられるようなスペースにしたかったんですが、その中でも新しい試みとしてちゃんとというものを取り入れました。でちゃんとっていうのは日本でいうとシュプレヒコールとかコール&レスポンスという言葉で、使われたりするんですが、こうよく何々反対とか、それをこうみんなで言うのをちゃんとというふうに言うんですが、私が海外のアクションに行くとですね、みんなこうリズムに合わせて音楽に合わせてこう一致団結して楽しそうにこうちゃんとやってるんですね。でなかなか日本でその様子が見られないのが残念だなというふうに思っていて、今回アーティストのコムアイさんとミュージシャンのチャーベさんと3人で、ちゃんと制作委員会という名前をつけてですね、3人でみんなで子どもから大人まで楽しめるちゃんとを作ってみようということで、1個オリジナルのちゃんとを作ってみたので、その様子をご覧ください。始まった。いらないよ。石油はいるの？いらないよ。天然ガスは？いらないよ。いらないよったら？いらないよ。石炭いるの？いらないよ。石油はいるの？いらないよ。天然ガスは？いらないよ。いらないよったら？いらないよ。風をやめたらいい気分。化石をやめたらいい気分。再エネ 100% いい気分。いい気分ったらいい気分。やめたらいい気分。再エネ 100% いい気分。いい気分ったらいい気分。イエーイ。はい、こんな感じでちゃんとみんなでやったんですが、一番最初ちょっとこう皆さんがついてこれるか心配だったんですが、最初からノリノリで、プラスコムアイちゃんが作ってくれたこのいい気分っていうこのなんかちょっと力が抜けちゃうようなこのリリックもすごい良くて、こうこの後私次の週だったかな、打ち合わせがあったんですが、そこに来てくださった方がお子様と一緒にこうマーチに参加してくださった方だったんですけど、あのあれからもう子供が喜んでずっとちゃんと繰り返して真似してたっていう話を聞いて、本望ってなったんですが、こんな形でこれからもちゃんと制作委員会はいろんなちゃんとを作ってですね、こう皆さんと断るごとにこうやって、やっていきたいなと思ってるんですが、この音源、どこかで皆さんとシェアできたらいいなと思ってるので、私たちのイベントだけではなくて、どこか皆さんが活動する場合に使っていただけたらなというふうに思ってます。はい、ということで気候辞書 TV 第1回、1回目ということでですね、私の自己紹介だったり活動の紹介がメインになってしまいましたが、次回からは気候危機の問題取り上げていきたいと思いますが、第1回目のテーマはこちら。はい、プラスチックの問題って皆さんすごいこう普段の生活の中でも気になってる問題なんじゃないかなというふうに思います。でプラスチックの問題もかなり多岐にわたるので、シリーズ化として、今回第1回目このプラスチックポリューション1回目を、取り上げたいと思います。気候辞書 TV ではこの最後にですね、私のおすすめの本だったり、こう普段の日常からアクションできる Tips だったりとか、みんなが一緒に気候変動に対して
アプローチできる方法をご紹介できたらなと思っていますが、第1回目の今日はですね、一冊本を紹介したいと思います。じゃん。これは日経ナショナルジオグラフィックから出ているザ・カーボン・アルマナック。本当にとりあえずこの一冊だけ、持ってたらいいと私はもういろんなところで言ってるんですが、この気候変動のさまざまな問題が長々と文章を読まなくてもですね、分かりやすくこのインフォグラフィックを使って説明してくれているので非常に分かりやすい本です。で、最初からこうじっくり読まなくても、こう目次で、あ、ここが気になる、例えば森林の問題が気になるわとか、干ばつの問題が気になるわとか、自分が気になる一周からも調べることができるので非常に便利な一冊です。非常におすすめの一冊になります。で、この本をですね、皆さんの生活の中で役立てる情報っていうのはいっぱいあるなと思ってるんですが、ここでチューズライフプロジェクトからお知らせがあります。私たちこの気候辞書 TV も含めてなんですが、市民サポーターの皆さんのご支援で実現しています。もしこの気候辞書 TV 今日見て、これからサポートしたいわ、一緒に番組を作っていきたいわという方はぜひ、サポーター、ご登録いただけたら大変嬉しいです。詳しくは、こちら、そしてリンク、そこから飛んでみてください。気候辞書 TV 次回は12月14日木曜日夜8時から、皆さんまたお会いしましょう。バイ。